京成バス和歌山バスサウスウェーブ号は、千葉県千葉市と和歌山県和歌山市を結ぶ、予約指定制の夜行高速バス路線である。和歌山バスと成田空港交通の共同運行。幕張新都心、東京ディズニーリゾート東京都心、横浜と堺、和歌山を結ぶ。東京及び大阪の二大都市を奇襲点とせず、両大都市の周辺都市同士を直通する特徴を持ち、 鉄道、バス結節も重視した停留所設定となっている。なお、大阪市には乗り入れない。京葉道路、首都高速道路湾岸線、東名高速道路、東名阪自動車道、西名阪自動車道、阪和自動車道を経由する。かつては、神奈川中央交通、南海電気鉄道、京成バスも担当していた。海浜幕張駅西船橋駅。 東京ディズニーシー東京ディズニーランド、京成上野駅横浜境、東駅前境駅前泉ヶ丘駅 JR、和歌山駅南海和歌山市駅開放休憩はない。和歌山バスは原則として三菱不走エアロエースハイデッカー独立三列シート車が、使用される。成田空港交通は原則として、日野、セレガハイデッカー独立三列シート車が使用され。 多脚機の続行便は三菱不走、エアロバスを使用する。ありがとうございます。